ブランコ大人気じゃん。ブランコ大人気ですよ。大変ですよ、トゥーリオさん。コメントがブランコ祭りになってますよ、今。トゥーリオさん、あいつめっちゃ喜ぶで、絶対。ありがとう。Hey, 日本の皆さん、知ってますか？44,444人です。ありがとうございます。盛り上がってますね。コンピューター音痴なのに大変ですよ。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。でも、こういうところでもね、少し嬉しくないっていうか、がっかりっていうか、僕の耳元に届いたのが、いつも奈良さん、俊介さん、 YouTube 見てるくせに登録してません。よくないですよね。そんなに悪い人じゃないですよ、あなたたち。頼みますよ。そんな難しくない。登録ピン。奈良さん、奥さん、子供3人でしょ。5人が増える。ここがまたすごいんですよ。俊さん、奥さん、子供5人。子供作りすぎです。頼みますよ。盛り上がっていきましょうよ。もうそんなこと言ってたら奈良さんもういじりませんよ。寂しいでしょ。頼みますよ。本当皆さんありがとうございます。冗談をさっておき、やっぱり皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。これからももっと目指していきましょう。ブランコ人気の高まりはどうですか？いや、あの人心の良さですよ。心の良さやっぱ素晴らしいよ。これはスター的な感じになっちゃったんですか？いや、そういうのじゃないですけど、もう自分が一番喜んでるからこう人気になるじゃん。人を喜ばそうと思ってない。自分が一番喜んでんだもん。だから心から出てくるんだもん。いや、あのリアクションが。トゥーリオさん、あの GoPro の調子はどうですか？ GoPro の調子いただけません。全然落とせないもん、コンピューターに。やる気なさすぎだよ。いやいや、全然出てこんで、これ難しいよ。時間がかかるし。ブランコカメラマンどうですか？やっぱセンスいいですか？ブランコカメラマン、自分が映りたいでしょ多分。カメラマンじゃなくて全然カメラマンの役割果たさないじゃないですか。何を生きようとしてるんですか、カメラマン。セルフ、マイトリア、自撮りのやつの方が、似合うでしょ。トゥーリオ TV のコメント欄にブランコ TV だって言って、すごいことになるけど。主役大丈夫ですか、そんな取られちゃうんですよ。俺が好きなのは、あのブランコがあの日本語を喋ってる、いろんなことやで全然喋れてないやつ。何言ってるか、とりあえず最後にありがとう、さよなら、なんとか出てくる。あの串焼きの貝のやつですか？全然そう、全然何言ってるかわかんないもん。日本に連れて行った中で、まあ10人以上ぐらいいるんですけど、一番早くこう日本語、まあ単語ね、いろんな単語を覚えたのがブランコ。それはすごいんだよ。で、いつも俺いなくてもなんかコミュニケーション取ってんのもブランコ。それ通じ合ってるかどうかは分からんけど、このなんかコミュニケーション能力っていうのはすごいね。あんな年でなかなかできないよ。自分から入っていくもん。すごい、すごいパワーですよ。それはもうブランコしかできないと思う。ありがとう。入っていくってレベルじゃないけどね。自分があの中心になっていくからね。次はあのブランコさんちのブドウは今どんな感じなんですか？今、今度取りに行きますわ。あ、本当ですか？ちょっとあれだけどね、あの
あれにしますよ。あの iPhone で撮りますよ。iPhone で撮りますよ。